はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。今新年長が身につけたい考える力です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、新年長が身につけたいものでね、やっぱり考える力、まずは何かいろいろ詰め込むのではなくということですね。そうですね、考える力っていうのはすごい大切で、もうそれ私も去年をやってみてね、去年というか今年、年長さんの受験に取り組んでみてってことかな。1年取り組んですごく思ったことは、はい、考える力っていうのはどうしたらつくんだろうかっていう、すごくそれをこう1年間追求し続けたんですけれども、まあ、正直でみんな成功したっていうことは、とりあえず考える力はこう試行錯誤しながらでも子どもたちにはねついたのかなとは思ったんですけれども、なんていうのかな、例えばもうストップウォッチでね、今からもう年中からでもとにかく早くできなくちゃいけないからって言ってこう時間を計るとかっていうことをよく聞くんですよ。でね、それをするとどういうことになるかっていうのは、それもね絶対目に見えてるんですけれども、やることは幼児だからね、やっぱりそんな早くやれ早くやれって言って秒数で切ると、ああうちの子早くなったなと思っても、実はその子たちは何が起きてるかっていうと、そういうことをすると全く考える力っていうのつかなくなる、最後は子供だから間に合えばいいんだろうみたいな感じになって、もう本当にパッパと適当につけていくっていう、そういうのもやっぱり考える力っていうのはつかなくなる。もうただひたすらすると、それが身についちゃうと、もうずっとそうやってどんな問題が出ても、時間が長かろうが短かろうが、もうとにかく考えないでパッとつける、その習性っていうんですかね、そういうものが身についちゃうんですよね。悪い癖ですよね。そうなんです。だからそういうこう時間で制約をしてものを解かせても、考える力ってもう程遠いことになってしまうっていう。それからやっぱり授業で、例えばアシスタントの先生もいたりとか、まあ誰かがいたりとしても、はいこれは丸、はいこれは×、はいこれは×、はいこれは丸って言って終わっちゃう、振り返りがないってことですか、ね、授業の場合があるんですよ、うん、でそれはね、例えば私たちが試みてるのっていうのは、丸をもらった人でも、あなたはなぜねこれをこういうふうに合ってると思ったのかとか、それから×をもらった人は、×をつけた後に、あなたはこれがね何が違うと思うとか、じゃあどうすればよかったのかとか、必ずそういういわゆる振り返りじゃないんですけれども、つけっぱなしではないという、で面白いことによくよそからの教室からいらした方って結構いるんですけれども、その子たちって、まずはこうペーパーをやった時に、こう時間を見るんですよね、もう見れる子もいるので、例えば90分なら90分、60分なら60分の授業っていうことで、結局よその教室から来た方っていうのは、もう60分なら60分でぴったり終わる、90分なら90分でぴったり終わる。だからすごく終わりっていうものを知ってるんですよ。時計をチラチラ見るとかね、あと何分とかね。そう、だからそれが、例えばこれが全部終わるまでは終わらないなんて、そんなことは想像もつかないんですよ。残ればそれはお家に帰っての宿題になると思ってるんですよ。である方なんかでも、体験なんかに出しても、よそからだとね、すごく言うんですよ、じゃあもうこれね、まだ私も別にやめるとは言ってないのに、じゃあこれわからないからね、じゃあお家に帰ってからやるとかね、すごいんですよ。やっといて、お家に帰ってからやるっていう、なんかすごいそういうふうに言う人もいるのでびっくりしてね、うちではそういう言葉は出てこないんですけどあとは何時になったら終わる、何時になったら帰れるのとかね、なんかすごいね、そういう、うちだけしか生きてない人はそんなことは絶対言わないんですけれどもみんな終わりを知ってるんだって。じゃあ子どもたちの中で何を考えるかっていうと、もうその時点で座ってれば、座ってとりあえず丸だろうが×だろうが
もらってもやり過ごそうと丸か、あこれ罰かで、別にその罰がどうして罰かなんて考えない、もう、うん、丸をもらうかも。でまあ先生の方でも罰をもらったのはお家に帰ってから復習してくださいねとか、うん、お家に帰ってからやってくださいねっていうふうに言われると、まあ親は納得したとしても子供にとってはこんな好都合な話はないんですよ、うん、罰だって別に後になったら忘れちゃうし、もしかしたら親も忘れちゃうかもしれないし、だからそんなに罰をもらったりすることに対して苦はないんですよ、うん、でもフレンドリーの場合は罰はもらったらもらったなりに面倒くさいんですよ。どうしてそれが罰だったもうなんであんたそこ間違えたのとか、どうやったらこの答えが出るのとかっていちいち全部説明しなきゃいけないと、はい、だからもう最後の最後まで、例えば鉛筆で書いてバッテンだったらば次は青で直すんですよ、はい、もっと悲惨なのは青で直してもまだ正解にならない人はだいたい緑になるんですよ。それでもまだ悲惨な人は橙色とかね、はい、3周目4周目そこらまで来るんですよ。でさすがに橙色まで来れば子供はあの答えに導き出せるという、だから本来はその罰をもらっても平気っていうその概念をなくさなきゃいけない、うん、で丸の子も面白いんですけれども、かなり難しい問題でね、これ合うはずないのにね、なんで丸だったんだろうってちょっと私も思ったり、もう一人の先生ともおかしいよねこれ、なんでここ答え合ってんだろうとか思って即座に聞くんですよ。どうしてこの答えはね、あなたこういう答えが出せたのって聞くと、もうもちろん自分で考えた人は説明して、あなるほどねそれは合ってるかもね、そういう気持ちでじゃあこの丸つけたのねって言って、それで説明ができなかった人は隣を見たか先生の答えを見たか、まあ先生がいくら持っててもちょっと寝かせれば答え見えますからね、これであまりにもおかしいから、えどっちって聞いたら先生のが見えたってもうびっくりですよね。だからそれが単にこの子だって丸はもらえるはずがないなと思っても丸を持っとった場合にはそれもまた聞くとかね、ただねそういう授業をすると時間がオーバーするんですよ大抵、ね、お尻が決まってないですからね、うん、そうなんです、うん、だからそういう意味もあってうちはもう多くても12、3人っていうふうに決めてるのは、クラスの定員ですね、クラスの定員がね、はい、決めてて絶対に2クラスというものをうちは作らないので、うん、あの次のクラスの子たちが来て来るっていう状態はないんですよ。だから常に1クラスしかないからということは終わるまで帰れない。そうなんです、そうなんです。だからいくら裏を見ようが、いくら何枚目見ようが、みんながちゃっちゃと答えて話せばね、すぐに進んでいくけれども、そういう風になると、まあもちろんアシスタント何人先生も何人かいらっしゃるけれども、やっぱりそこのがそのなんていうの、授業内でちゃんときちんとわかる、うんうん。そのためにはものを考えて喋らなきゃいけないっていう。はい、そういうことからまあ考える力を身につけるという、もうねお尻からお尻が決まってて、もうともかくどん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 次のクラスの人が来ちゃうってなると、子供ってもうすごく敏感だから、あもうそろそろ授業終わるんだなってこう思うからね、そうなるとなんかもう適当に答えて適当に終わるみたいになっちゃうのでね、それはすごい困るなっていう。ね、本当に外部から来た子を見てるとそうなってるなっていうのをよく感じますね、うん、終わりを必ず聞くというかね、うん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 、ですかさずね、ここはね、このペーパーが全部終わらないと終わりにならないっていう、だからすごくそれがね一番に感じるのが、今はそんなに枚数少ないんですけれども、通常1月になるとだいたい私の中で10枚って決めてる、1回の授業で10枚、表裏すれば5枚なんですけれども、はい、まあ表裏にいつもするからまあ5枚だけど、でも実は 10問という10枚になるんですよね。だから結構早く理解できれば授業は早く終わるけれども、理解がなかなかできないとなんか延々、やってるみたいな。だから子どもたちはもうでもそういうことに慣れてるから、うちしか知らない子どもたちっていうのは終わりを知らないっていう今の年長さんでも一回ちょっとそういうことがあって懲りたことがあって、
明るいうちに来たのに帰ったのは暗くなったっていうそういう例があるんですよ。で子供ってそれ時の流れっていうのは時間では分からないのでね、うん、しょっちゅうねもたもたするとね、はいいいかな今は明るいけどそのうちどうなるのかな暗くなるよって言ったら慌てるんですけどね。そうだからそういう経験をしながらものを考えるっていうことと、あとまあそれの先駆けとしてうちは陶器講師をするんですけれども、あ、ね、はい、パターン的に、まあ、3回同じことっていうか日程としては3つパターンがあるので、まあ、取りやすくはなってるんですけど、そうですね、画面に出しましょうか、はい、これ4回目だけは2日間ですかね。それはなぜかというと、3回目までは年内に終わるんです、うんうん、で最初が23日なんですけれども、はい、でその後最初は23日、3回目の最終が23日なんですよ、ね、はい、じゃあどうしてそういうふうにしたかっていうと、今回話を聞くっていう力をこの陶器講師で身につけてほしいんですね、はい、で試験って絶対的に聞いて答えを書くっていう、だからもう聞けなければ何もできないんですよ。どんなに IQ 高くてもどんなに頭が良くても小学校受験だけは話が聞けないと答えが書けないんですよ、はい、例えば青い丸で書くのか黄色の×で書くのかっていう、それが間違えたら答えは全部×なんですよね。でそういうことも考えて、まずこの第1回目新年長さんとしての第1回目は話を聞く力を身につけるっていう、それがまあ中心とした内容に入ってるんですね。でそれを話を聞くんだから、まあこういう問題を出してくださいっていうのは同じような問題で、まあお母様方にも指導するんですけれども、で23日で終わったらね、お仕事を持ってるお母様たちも年末は休みですよね、はいはいはい、みんなだからその時に集中して陶器講師でやったね課題をおさらいをともかくね定着させてくださいと。でそれが定着できたかどうかを見るのが年明けて1月6日と1月9日にどっちか4回目を取っていただくように2つ設定してあるんですね。なるほど。ちなみにこの分かりづらいかもしれませんけど、それぞれ1回目のとか2回目の日にちがね、そうです、2日内に書いてあるんですけど、はい、それぞれの中でご都合の日程を選ぶことができる。そうなんです。例えば1回目を12月14日に行って2回目は12月18日にしましょうと、はい、それでも2回目の、ね、そう選択としては17日もあるし19日もあるっていう感じで、うんうんうん、どれでも選択できるんですけれども、はい、でも去年のちょうど冬からお入りにこの冬季講習終わってから1月にスタートした方でもまあとてもいいところに合格してたりとかするので、うんうん、まあ、これを陶器を取っていただいてから1月からね、一緒に始めるっていうのもまあ効果的かなっていう、はい、いいスタートが切れるかな。で内部の子どもたちも本当面白いんですけど、この陶器講習を超えると、はい、そうなんです、ちょっと大人になるっていうか、うん、年長さんの顔になっていくっていう、なんか自信を持ってる、ね、そうなんです。でお母さんたちに、うん、いやこの陶器講習を超えるとね子供ってねちょっとねお兄さんお姉さんになるんですよって言って、そうなんですかって言うんですけど、本当にねびっくりするぐらいなんかじっくりこう物に取り組めるっていうこの姿勢がこの4回をね通じて行えるんじゃないかなっていうのが今年もね多分そうなっていけると思うので、はい、ぜひね若干目ですけど外部も取りますので、どうぞご希望がある方はお早めにご連絡ください。はい、そうですね、はい、この今ご覧いただいている YouTube の動画にも、お知らせの、ね、リンクを載っけておきますので、そちらご覧いただくか、またはお電話で、ね、問い合わせていただければ申し込みの方法であったり料金などはご案内いたしますので、まずはご連絡いただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、それでは教室からのお知らせです、今お知らせした通りフレンドリースクールでは冬季講習、受付しております。第1回目が12月の14日の月曜日、もしくは17日の木曜日、そしてまたは12月の21日月曜日と、ね、3日間から選ぶことができると。で2回目3回目以降も日程は、ね、選択制になっておりますので、ご都合の良いところを選びながら組み立てることができますということでね、はい、ぜひ活用してみてください。
はい、またいつも通りのお知らせですが、相談会もね、行っております。冬休みの時期とかでね、お時間できる方もいると思います。ぜひ子育て幼児教育に関するご相談、お悩みなどをね、由美先生に聞いてみていただければと思います。はい、お待ちしております。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしてます。連絡先です。そうですね。はいはい、で新年中、今は新年長でも12月までは体験の料金は新年中のままなんですけれども、来年度からはね、新年長の扱いになるのにちょっと体験料が違ってきますのでね、まあできればちょっと早めに体験していただいたらいいんじゃないかなと思います。そうですね、その体験授業料が要は一番下の年齢から1歳6ヶ月から年中さんまでの料金と年長さん料金がちょっと分かれてるんですね。で、今の年中さんが来月からかな、1月からかな、はい、1月からかは、年長さん料金になりますと、そういう説明でした。はい、すいません、そうなんだ、はい、だからまあね、もし体験してみようと思う、今月違う、はい、新年長さんがいらっしゃったら今月26日までにしていただければ年中さんの料金ということになりますの で、ね、はい、詳しいことはということはね、安いってことですよね。そうですね、お得ですよ。はい、ぜひぜひご検討ください。はい、連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室は引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、それでは本日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。はい。